だよ、聞いたわけみげようこそ、アークやっていきたいと思います。今日はね、アークのエングラム解放優先順位について朝まで生テレビ討論会やっていきたいと思います。それでは本日の目的はこちら。1つ目、アークのエングラムシステムについて、2つ目必須のエングラムについて、そして3つ目エングラムの再振り分けについて話をしていきたいと思います。それではね、まずね、1つ目にアークのそもそものシステムのエングラムっていうものをね、ちょっとね、事前情報として解説をしていきたいと思います。まあ、エングラムっていうのはね、オプションでこうやって見れるんだけど、レベル上がるにつれてこのレベルアップごとにこのポイントが今11188か溜まってるんだけど、このエングラムポイントを使ってこうやってね、割り振ることができるんだよね。例えばこのフィオミアのサドルが今灰色になって、灰色っていうか暗くなってるけど、これをダブルクリックすると覚えることができるんだよね。でこれには6エングラムポイントを今使いましたっていうような感じなんだよね。っていう形で、まあ、レベルごとに、レベル1だとここが解放されて、レベル2だと焚き火のこの段が解放されるっていう形で、アークはね、こうやってレベルごとにエングラムを解放できるエリアがね、どんどん広くなって、レベルアップとともにもらえるレベルアップのこのエングラムポイントを使って、だんだんね、好きなようにこうやって解放していくって形なんだよね。もちろんね、これ多分全部はね、多分解放できないんだよね。全部は解放できなくて、自分で選んで解放しないといけないっていうシステムなんだよね。なので、まあ、最初ね、やる人に関しては、エングラムの数がさ、めっちゃ多いからさ、レベル100ぐらいまであって、プラスアルファで、ボス戦後のテック装備とかあって、まあ、大体ね、めっちゃね、数あるから、最初よくわかんないんだよね。よくわかんなくて、俺もね、最初適当に振ってたんだけど、まあ、ここのエングラムの解放についてね、僕が思う優先順位っていうのをね、今日ね、話していきたいと思います。もちろんね、これはね、アークって自由なゲームだから、完璧なね、正解っていうのがなかなかなくて、まあ、もちろんね、冷蔵庫とか、金庫とか、作業台とか、まあね、まあ必須な、まあ何かしらはあるんだけど、人によって変わったりするので、まあ、とりあえず今回は僕が必須じゃないかって思うね、エングラムの部分をね、紹介していきたいと思います。まあエングラムっていうことは要するに装備であったり、あとは作業台とかそういった、いろいろなものだね、こういった作れるアイテムっていうのをね、どれが解放した方がいいのかっていうのをね、紹介していきたいと思います。ということで、二つ目にね、僕が思う必須なエングラムっていうのをね、紹介していきたいと思います。で、エングラムに関してはね、まあ、そこそこ数があるので、三つのね、パターンに分けていきたいと思います。建材装備品、あと作業系のこの三種類に分けて解説をしていきたいと思います。それではまず一つ目に、装備品から行ってみたいと思います。このエングラムのね、まず一発目になるのこのピッケルとレベル2の斧ね、この二つはね、まず絶対取った方がいいです。これはね、取るべき。で、こっからグレードアップすると、ピッケルは鉄になって、斧も鉄になるっていう形でね、グレードアップできるので、効率とね、耐久値が高くなるので、これはね、取っていた方がいいかなっていう感じですね。で、こういう風に取ることによって作ったり修理したりできるようになるっていうような感じなんだよね。次に槍系かな。槍はね、結構持ってた方がいいと思う。武器としては、まあ、斧でもいいんだけど、まあ、できればね、槍がいいんだよね。で、槍がなぜいいかって言うと、射程が長いんですよ。射程が長くて、で、これもね、ピッケルとかと同じように、鉄にアップグレードできるので、結構ね、心強いアイテムになりますね。やっぱりね、小型の恐竜ぐらいだったら、槍で普通に倒せるのって、まあ、槍で結構安全な範囲で倒していくっていうのがいいかなって思いますね。剣とかもあるんだけど、ちょっと射程が短いから、まあ、後半とか装備が強くならないとなかなかあれかなっていうところがあるので、まあ、基本的には槍があると結構心強いかなって感じ。ただね、このね、普通の槍、この木で作る槍は結構壊れやすいので要注意ですっていうような感じかな。で、次に飛び道具いってみましょう、飛び道具。で、飛び道具はね、やっぱりね、弓かな。まず一発目は弓。で、弓から次は派生してどうなるかっていうと、クロスボウになります。クロスボウになって、で、さらにこのクロスボウを取った後、次に進化するのがライフルっていう感じになるんだよね。で、これはね、何かっていうと、テイムなんだよね。テイムの時に使うのがメインかな。麻酔矢だったり、あとは麻酔弾っていうのを打ち込むことによって恐竜を眠らせてテイムするっていうのにね、メイン向きになるかなっていうところなんだよね。で、ここの3種類をね、押さえておけば大体大丈夫。で、あと弾に関しては麻酔矢と麻酔弾があるので、それを解放してあげればいいかなっていう感じだね。クロスボウという意味に関してはこの麻酔矢だね。で、ライフルに関しては麻酔弾だね。で、この麻酔弾っていうのがあります。で、さらにね、後半になると、レベル96だからだいぶいかないといけないんだけど、この強力麻酔弾。まあ、昔の名前が電撃麻酔弾なので、結構電撃麻酔弾っていうことが多いんだけど、俺も。この電撃麻酔弾はくっそ強いから、ライフルを持っていて、あとは96を超えたら、この強力麻酔弾は絶対作った方がいいです。めちゃくちゃね、テイムが効率化するので、すごく強いです。なので、まあ、ひとまずね、90超えたら、あ、そろそろ強力麻酔弾来るんじゃねっていう感じで、覚えておくといいかもしれないかなっていうところですね。で、これ辺がね、メインのウェポンになってきます。で、あとね、後半、まあ、中盤かな、中盤以降になると、
ポンプアップショットガンっていうのがあるんだけど、これね、武器としてはね、最終的にポンショって言われるこのポンプアップショットガンになるかなっていうところでね、ここを目指すと武器としては一番安牌かなっていう形になりますね。そして次ね、生活必需品です。水ですね、水。で、水はね、この皮袋から行くんだけど、皮袋はね、一応ね、水を入れるんだけど、難点としては、時間経過とともに、ちょっとずつ水が漏れていくんだよね。なので、水分がね、だんだん少なくなっていくので、長距離の移動で、久々に飲もうかと思ったら水がないっていうことがあるので、そこはね、ちょっと注意した方がいいかなっていう感じかな。で、こっから派生すると水が漏れなくなるんだよね。で、どうなるかっていうと、水瓶っていうのが出るんだよね。水瓶少し重いんだけど、これは水が漏れなくて、2回水を補充できるんだよね。2回マックスまで補充できるので、すごく便利です。で、最終的には水筒っていう形って、3回補充できる便利な水筒になるので、ここまで来ると水分補給も安泰かなっていう感じですね。で、あとはね、プラスアルファになるんだけど、クライオポットっていうのがあるんだけど、クライオポットはね、おそらくね、持っといた方がいいかなって感じ。空の低温ポット。あ、なや、その名前。空の低温ポットって最近日本語変わったんだけど、この低温ポットと、この保存冷蔵庫。これはね、絶対ね、持ってた方がいい。この二つはね、必須です。まあ、このクライオポットっていうものに関してはね、こうやってね、恐竜に当てていくと、勝手にね、このモンスターボールの中に入るみたいな感じになるので、で、そこからまた出すこともできるので、こんな感じで持ち運びがアイテムとしてできるようになるので、ここら辺はね、クレアポットに入れてる恐竜なんだけど、まあ、こんな感じでね、でっかい恐竜とかを持ち運べるので、すごくね、便利なんですよ。なのでね、クライオポットは絶対あった方がいいかなっていう形ですね。であとは GPS ですね。で、GPS は何がいいかっていうと座標がわかるんだよね。座標がわかるのはすごく良くて、やっぱりね、アークってめっちゃマップ広いから、どこにいるっけっていうのを、やっぱりね、マップの座標じゃないとわからないんだよね。で、PC だとマップを開いてる時に P ボタンを押すと、こうやってね、緯度と経度をね、直接書き込めるんだよね。で、ここはね、GPS の座標を書き込むことによって、マップ上にピンをさせるんだよね。で、これがめっちゃ便利。オープンワールドでマップが結構広いアークっていうゲームに関しては、こういうことをやるとすごくね、行きやすいというか、まあ、目印になるので、かなりね、やりやすいかなっていうような感じですね。これのためにやっぱりね、GPS はないとかなりきついかなっていうところですね。で、装備品の最後に、まあ、防具なんだけど、防具に関してはね、一応ね、まあ、レベル上から順を追っていくと、まずね、まあ、布はね、正直ね、取っても取らなくても、そんなね、あんまり意味ないんだよね。まあ、正直そんな意味ない。で、なんで意味ないかって言うと、まあ、なくはないんだけど、そこまで意味なくて、防御力が超脆弱ですぐ壊れるこの、防御力がすごく脆弱ですぐ壊れるんだよね。で、まあ、繊維だけで作れるのはいいんだけど、革とか最初に使っちゃうと、ベッドとかに革使いたいから、そんなにね、使いたくないなっていうところがあるんだよね。ブーツとグローブは革がいるから、それ以外はまあ、あっても悪くないかなって感じ。寒さと暑さを若干緩和してくれて、鎧っていうところも銃なので、若干の防御力もあるから、うん、まあまあって感じ。うん、っていう感じです。で、次は、革かなって思うんだけど、革系はね、正直ね、まあ必然的にね、後から取るエングラムによって自動的に取っちゃうんだけど、この革はそんなにいらないかなって感じ。うん。俺的にはいらないかなって感じ。で、アークのシステムとして、前段階に必要なエングラムがあったりするんだよね。これどういうことかっていうと、まあ例えばね、今ね、鉄の装備一式を俺解放しているんだけど、鉄の装備一式を解放するには、革装備をね、事前に解放しとかないといけないんだよね。なので、この鉄装備を解放しようとすると、革の装備も一緒に解放されるので、まあ、エングラムポイントがね、必要以上に3倍ぐらいかかったりするんだよね。前2つぐらい取らないといけないんで。そういうとこもあるので、今の革は解放されているって感じなんだけど、基本的にはこの鉄、中盤以降は鉄の生成も簡単になってくるし、まあ、供給源も結構しっかりしてくるので、作りやすいっていうのがまず一つあるんだけど、あと防御力が高くて使いやすいんだよね。一応難点としては暑さに弱いから、暑いところでフル鉄プレートでやると、ちょっと暑さがきついかなっていうところになるぐらいなので、そこまでね、その暑さ以外は、まあ、弱点っていう弱点がないので、かなり使いやすくて修理もしやすくて作りやすいので、まあ、ベーシックな部分としては鉄を、まあ、持っとくのがおすすめかなっていうところ。で、あとは寒暖差に合わせて装備を変えていくっていうのが基本的にはアークの使い方かなって思う。まずはこのギリー装備だね、ギリー装備。ギリーに関しては暑いところで着ておけば、まあ大体 OK かなっていう感じですね。暑さ耐性があるので、まあなんなら鉄の装備が強いから鉄装備崩したくないなっていう形であれば、なんかマスクとかブーツとか、まあ部分的につけてもいいし、まあそんな感じで、まあ寒暖差をね、
これで緩和していくって感じかな。まあ、このギリーに関しては暑さっていうのを緩和していくっていう装備になりますね。で、あとおまけでギリーに関してはなんか迷彩服らしくて、結構ね、敵から隠れるにも有効って書いてあるので、このね、敵に見つかりづらいっていう効能があるんですよ。なので、フルギリー装備にして、しゃがんで手渡しテイムとかすると見つかりづらいかなって感じですね。昏睡テイムじゃなくて手渡しテイムとかっていう形で、まあ普通に動いているところを後ろから近づいて、まあ餌付けするっていうテイムがあるんだけど、そういう時にギリー装備は使えるかなっていう感じですね。で、次にね、寒い場合どうするかっていうと、まあ寒い場合はね、もうこれ、毛皮です。もう見たまんまです。モフモフなやつで、これで寒さは OK って感じだね。で、ただね、これね、水に浸かると残念ながら寒くなるから、それはね、ちょっとね、注意ですって感じ。それでは次に、建材ね、行ってみたいと思います。で、建材に関しては、一応ね、僕的には、まあ、正直、石まででも一旦いいかなって感じなんだよね。石まででも一旦いいかなって感じ。で、これどういうことかっていうと、これのもう一個上に金属っていうのがあるんだよね。金属っていうのがあるんだけど、僕のこの建材の選び方に関しては、何かっていうと、基本的には恐竜に壊されないかどうかなんだよね。で、基本的にね、金属を壊してくるのは誰かっていうと、アルファか、あとはギガノトサウルスなんだよね。で、基本的にそのギガノトもアルファ種も滅多に出てこないし、安全な土地っていうか、そこまでヤバい土地を選ばなければ、基本的にそんな遭遇しないので、まあ、大体石でいいかなって感じなんだよね。で、ギガノトとかは石ぶっ壊してくるから、もうさすがに石じゃ無理なんで、ギガノトテイムのトラップとかは金属で使うために、今こうやって解放したりしてるんだけど、まあ、基本的に中盤ぐらいまでは、そんなにね、必要性感じないので、僕のね、この拠点とかも、全部石と木で作ってあるので、大体ね、木と石の建材あればどうにかなるかなっていう感じ。で、まあ、ぶっ壊すって言っても、徐々にダメージが入って、で、ダメージが減ってきて、耐久値が減って、最終的に壊れる、みたいな感じなので、まあね、そんなにすぐバーンって壊れるわけじゃないので、大体石まで持っとけば大丈夫かなっていうような感じではありますね。なので、僕的には大体建材は、基本的にはね、石までにしてるかなっていうことが多いかな。まあ、もちろん、一番初め、スポーンした頃とか始めた頃は藁のセットね、この藁の土台とかを作って、で、寝袋置いてとかはするんだけど、で、あとは大体安定してきたら木と石で作っていくかなっていうような感じですね。で、あとはね、プラスアルファで建材としてはね、温室っていうのがあるんだよね。で、温室っていうのはね、菜園を作るときに、まあね、野菜とかを作るときに囲うために使う建材なんだけど、何があるかっていうと、温室効果っていう形って野菜とか作物の生息スピードを上げる効果を持つんだよね。なので、そのためにこの温室のセット、壁、天井、ドア枠、ドアは作ってるかなっていう感じ。土台は基本的に石とか何でもいいので、まあ、そんな感じで囲うためにこの温室は作ってるかなっていうところですね。で、あとは建材の内容に関しても、僕は土台と壁と、まあ、天井とか、あとドアとドア枠ぐらい、この程度ですね。普通にね、建築をそんなしない人だったらこの程度で大丈夫です。むしろ俺は建築よりトラップのためにこの建材開放してるっていうところもあるので、建築税だったらもちろんこう三角土台とか三角の天井とか、なんかいろいろ、なんかいろいろね、細かい建材あるのよ。それをね、開放していくんだと思うんだけど、なんか斜めの石の壁とか、僕はね、使い方がよくわかんないし、建築税じゃないので、もう豆腐を前提に壁、土台、天井、終わりっていう感じです。はい。で、もしね、建築税の人はいろいろ開放して遊んでみるのもいいかなっていう感じで、僕は最低限これあれば全然生活できるって感じですね。で、あとはね、階段系もあると便利です。階段系もあると便利で、あと木に関してはスロープもあるので、まあ、スロープあるとトラップ作るときに便利かなっていう感じですね。で、あとはね、恐竜ゲートですね。恐竜ゲートはやっぱり必要ですね。恐竜ゲートに関してはこれがないと恐竜の出入りが建物にできないので、まあ、恐竜ゲート、普通の恐竜ゲート、あとはこの巨大な恐竜ゲート、巨大な恐竜ゲートはベヒモスゲートって呼ばれてるんだけど、このゲートに関しては、まあ、どんな恐竜でもね、入れるような大きいゲートになってます。その代わり、全部の素材が1000ぐらいいります。っていう感じの、結構ね、ヘビーな建材ですね。で、まあ大体最初はね、まあ中型ぐらいしかいないから、まあ、普通の恐竜ゲートでいいんじゃないかなっていう感じ。なんなら木でも全然ありだと思う。で、あとは、やっぱりね、俺はね、そんなに建築税じゃないので、建材はそこまで大きく開放するわけじゃないんだけど、トラップとして使うことが多いので、この金属のボードっていうのがめっちゃ便利で、この金属のボードを3つ持っておくだけで、どこでもトラップがなくてもすぐね、簡易トラップを作ってはめることができるので、このね、金属のボードは開放してた方がいいかな。で、これプラス、この金属のボードのトラップに一緒に使うトラバサミっていうのがあるんだけど、それもね、台をね、開放しておいた方がいいかなっていうところですね。トラバサミとボードはセットで使うので、トラップでね。なので、この2つはね、開放していた方がいいかなっていう感じですね。それではね、次はね、作業系のね、エングラムを話していきたいと思います。
まずね、作業系といえば、まあ、一発目は焚き火でしょうね。焚き火は何に使うかっていうと、まあ、焼肉を使いますね。焼肉を作るために必要です。肉を焼くって感じかな。魚肉とか生肉を焼くっていう感じ。で、プラスアルファで、あの、木材で燃やしておくと、木炭っていうのが取れるので、まあ、後からね、玉とか作るときに木炭は使えます。で、この焚き火の上位互換がグリルですね。いろんな肉を燃やすことができるっていうような感じかな。これはね、木材とかじゃなくてガソリンを使って燃やすので、ちょっと工業段階が一歩上がるっていうような感じかな。まあ、レベル50で解放するし、まあ、鉄とかもそこそこいるので、まあ、結構中盤ぐらいになると作るんじゃないかなっていう感じですね。グリルがね、どのくらい便利かっていうと、これがね、工業用グリルなんだけど、これの中身を見てみると、インベントリがね、50あるんですよ。で、1個はガソリンで使うから49個ね、肉とかを入れるんですよ。なので49スタックを一気に焼けるからめちゃくちゃ便利。で、次にね、序盤やっぱりね、最初の方に解放するこのすり鉢とすりこぎだね。これはね、何を作るのかっていうと、麻酔薬ですね。この麻酔薬を作るのに必要ですね。ナルコベリーと腐った肉をこのすり鉢に入れて作ることによって、この麻酔薬が生成できるっていうような感じなんだよね。で、さらにさっきの焚き火から工業用グリルと一緒で、すり鉢の上位互換としてこの化学作業台があります。この化学作業台ももちろんね、たくさんストレージがあるので、まあ、100個ね入れれるので、しかもね、作るのが超早い。なのでそういった形で工業化していくとだんだん便利になるっていうような感じかな。で、次はね、精錬炉かな。精錬炉、鉄を作るために必要なんだよね。で、もちろんこれも上位互換ございます。弊社ね、上位互換すべて完備しております。今なら送料無料、この工業料18,500円、ストレージも100個あります。もちろん起動した時の速度、工業炉はめちゃくちゃ速いです。この工業系の、あの、後継機ね、まあ、さっきのグリルとか化学作業台とかこの工業炉もそうなんだけど、まあ、精錬炉とかすり鉢とか、あとは焚き火とか比べると格段とね、生成する速度が速いんですよ。なので、そういう感じでエングラムは進化させていくっていうようなイメージかな。で、次にね、食料系の保存庫をね、紹介していきたいと思います。で、ここにあるんだけど、この木で作ってある食料保存庫ね。で、もう一個上にあるこの冷蔵庫ですね。で、この二つがね、食料保存する系は必要ですね。さっきと違うのは、食料保存庫は後になっても使うんですよ。どういうことかっていうと、食料保存庫にこの原油を入れて焼肉を入れると干し肉をね、生成してくれるんですよ。なんかね、燻製を作ってくれるんですよ、食料保存庫だと。なので、干し肉を作りたい場合は、食料保存庫に火薬粉を入れて、この原油を入れて肉を入れると干し肉が生まれるっていうような仕組みになってます。これをね、使うために、まあ、あの、まだ残してるかなっていう感じですね。まあ、これだね、干し肉。あとは霜降りだと霜降り干し肉っていうような感じになるかな。で、冷蔵庫に関してはもちろんね、ストレージがまた増えていて、で、この保存期間も長くなりますよっていうような便利なね、機械になっているっていうところですね。食料保存庫に関してはね、レベル18ですぐ取れるんだけど、冷蔵庫に関してはね、ちょっと遠いんだよね。60なので、まあ、中盤以降かなって感じ。冷蔵庫はそもそも電気がいるから、まあ、電気系の設備が整ってないと使えないかなっていうようなところですね。で、その電気系ね、まあ、電気系どうするかっていうと、電気系必要なものは大体3つで大丈夫です。この発電機と、そこから伸びるこの電線で、最後にこの電線から発電を供給するこのコンセントですね。これコンセント、この3つが必要です。なのでね、電気系はね、それを使っていくといいかなっていうところなんだけど、まあ、中盤以降かな、やっぱり電気系も。レベル49でこの発電機セットが開放できるので、まあ、ちょっとね、中盤からまあ序盤の最後の方ぐらいかなっていうようなところですね。まあ、ここら辺を開放しておくといいかなっていうところになりますね。で、あとはね、菜園とかもね、やっぱりね、必要なんですよ。さっきね、温室を開放したと同時に、やっぱりこの菜園台っていうのをね、開放して、菜園を作るっていうのは必要なので、この菜園っていうエングラムもね、取った方がいいですね。で、台を作った方がいいですね。台の方が単純に入れれる量が多いので、まあ、効率が単純にいいです。まあ、こんな簡単な感じで大丈夫ですね。土台は石で作って、あとは菜園を中にぶち込んで、で、あとはこの温室系でぐるっと囲っている。ただそれだけですね。なので結構ね、単純な作りで全然大丈夫っていうような感じですね。で、それに合わせて、この水道もいるので、蛇口とか、あとは水道のパイプとかも開放していくっていうのが必要になってきますね。石のパイプで簡単にレベル17から水を引っ張ってくるっていうことができるので、水を飲んだりね、水を補給したり、あとは食物に水をあげるっていうのもね、簡単できるっていうところですね。で、あとは餌箱ですね、餌箱。これ。餌箱です。で、これはね、解放しないと普通にね、恐竜がね、餓死しちゃうので餌箱を置いて餌を入れるっていうような感じは必須ですね。あと、チェスト忘れてたわ、チェストね。収納ボックス忘れてたわ。収納ボックスと金庫はあった方がいいですね。収納ボックスと金庫。で、まあ最初はね、この収納ボックス作っちゃえば、まあ、一応ね、物を保存しておけるから結構便利ですね。で、あと収納ボックス台だと結構入れるのでかなり便利。
で、さらに金庫になると、めちゃくちゃ入れれるから、350入れれるから、めちゃくちゃ便利。これはね、俺はね、もうまず適当に入れるだけで金庫はもう大丈夫って思ってるから、そのぐらいね、安心と信頼の金庫です。で、最後にね、エングラムのね、財布分けっていうか、エングラムのリセットできるんですよ。エングラムのリセットできるんで、そこはね、結構ね、気兼ねなく使っていいと思います。で、このマインドワイプトニックっていうこのスープを使うことによって、レベルを初期化して、エングラムもね、全部初期化することができるんですよ。なので、これを使えるので、正直ね、そこまで慎重にやんなくて大丈夫です。っていう感じで、ステータスもエングラムもね、サクッと作っちゃえば、全然ね、大丈夫なんで、後から初期化できるんで、そこら辺は、そんなに心配しなくていいかなって思いますね。で、一個注意しないといけないのは、マインドワイプトニックはね、初期設定だと24時間に1回しか使えないから、そこの部分ね、オフラインとか専用サーバーだったら、オフにできるので、自分でね、設定をね、変えれるので、まあ、その設定をね、オフにしておくと使いやすいかなって感じかな。公式サーバーはちょっと残念だけど、設定が変えれないので、初期設定でやるしかないので、まあ残念ながら24時間に1個しか使えないって感じかな。ということで本日は、エングラムの解説をしてまいりました。めんどくさいことしないので、自分のしたいことだけして、まあ、目的に直結したものだけ解放してるっていうような感じなので、僕のさっき紹介したエングラムやっときゃ、とりあえず、まあ、生活普通に楽しめるかなっていうような感じだと思いますね。で、あとはね、エングラムは、まあ、徐々に多分ね、ゆとりを持てるようになると思う。序盤は結構ね、きついんだけど、中盤からだんだん取捨選択していって、まあ、だんだん余裕が持って自分の好きなだけ解放していけるようになってきて、まあ、ある程度ポイント余ってくるかなっていうような感じになると思いますね。まあ、なんならマインドワイプトニックあるから別にそんな気にせずね、振っちゃっていいと思うけどね、俺は好きなようにね、っていうような感じです。で、あとはね、この設計書っていうものがあるんだけど、これ設計書なんだけど、で、この設計書があることによって、エングラムがなくても、この設計書を例えば、旋盤とかに入れて使うことによって、作成することができるので、まあ、こういったね、設計書とかも使ってやることによって、このエングラムポイントね、結構お手軽に、コストをね、ダウンさせることができるので、まあ、スリム化することができるので、まあ、そういったのもね、中盤とか後半にはたくさん出てくるので、まあ、いい感じかなっていうのは思いますね。まあ、こういう系のゲームはね、やっぱりマインクラフトとか、そういったクラフト系のゲームは、どうしてもね、このエングラムとかそのアイテム系が多いからね、たくさんね、いろんなね、ものがあるので、やっぱり慣れていくしかないので、そこら辺はね、遊びながら自分のね、その時の必要なものをね、作っていくっていうのが、まあいい感じに遊べるね、感じなんじゃないかなと思いますね。逆にね、皆さんはね、こういうエングラムは取る派ですとか、いろいろ教えていただけると嬉しいです。僕もぜひ参考にさせていただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在でチャンネル登録5000人、1万人、10万人目指してり、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画生放送今後も続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。また、いつもコメントや高評価くださって皆さん、生放送に遊びに来てくださって皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、恐竜ライフを一緒に楽しんでいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。